こんにちは、アグです。今回絵のバトルをしていきたいなと思います。全然やったことないけど、これ目って書かれてる、制限時間多分60秒で、相手とどれだけ目が綺麗に描けるか勝負みたいな感じだと思うんで。で、あの美術、もう美術のウルっていう過去に言われてたこのウルが、もうあの誰もみんなにこの圧倒的画力を見せつけてあげたいと思います。さあこれを目で、ここになんかちょっとこういうのあるよね。さあどう、できた。さあこれでどうなるんでしょうか。採点中。さあウルはどれぐらい絵が上手なんでしょうか。あれ対決じゃなかったのこれ。まあわかんねえ、いけ。63点、シュールな絵。よく、あーなるほど、オッケーオッケー。バトルどうやってやるんだろう。あれなんかこれバトルあるって話聞いたん、あれすいません、なんかバトルあるって聞いたんですけど。はい、お絵かきバトルっていう名前のくせになんか AI とバル、自分自身との戦いみたいなことなんか書いてたわ。書いてないけど。じゃあな、わかりました。オッケー。じゃあヘビね。ヘビは、ヘビ簡単よ、もうヘビ。ヘビは、こう、こうでしょ？で、こうよ。こう、こう。おい！決めー！で、こう、こう。で、このなんか、めっちゃ毒ですよ、みたいな。あ、下もある。あ、オッケー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 。いや、わかったわ。すべて削除。わかったわかったわかった。こうで、こうで、こうで、こうだ。やったー。で、これで、こういう柄。柄、オッケー。これでどうじゃ、俺ら。ヘビ。もうヘビにしかない。採点中さ、このシナモンのパクリみたいなキャラクター。オッケー。さあ、どうでしょう。さあ、あれ。51点。面白か、面白かった。はい、ドクロ。ドクロ、もう余裕よ、もうドクロ。もう小学生の時はドクロの服を着まくってはないけど、なんかそういう服を着てる人たちがいっぱいいたから、あのドクロに関しては任せてください。はい。食パンじゃね？まあいいや。で、こう、ドクロね。ドクロこうよ。ほら、今、ホラーマン、連想して書いてます。で、こうよ、ほら。もうドクロでしかない。もう、な、いや、いいか。これでいこう。これでいこう。さあ、ドクロ。めちゃめちゃドクロ。もうこう。これ、誰がどう見てもドクロ。さあ、レッツドクロ。さあ、いかがでしょうか？すいません。お願いします。お願い！は？落書きレベル？え？はい。カタツムリ。もう、カタツムリなんてもう、一番得意。一番得意な絵なんですかって言ったら、カタツムリって答えるもん。だって。これ、簡単よ。カタツムリなんて。こうでしょ？で、こう出てきて、このなんかこうちょっと丸っこくて、なんかこれをもうカタツムリ、カタツムリでしかない。なんならちょっとあの頭が若干首切れてるみたいな感じになってるのがちょっとあれだけど、それでもまあまあ90点はいくでしょう。誰がどう見ても64。一言で言うと安心感。オッケーオッケー、任せる。もっとかい、もう圧倒的画力で封じ込めます、こいつの顔面を。はい、来ました、ヨット。もうヨット、余裕よ、もうヨット。もう舐めてもらったら困る。もうヨットで生きてきた男。さあ、これです。さあ、この波の感じで、ここにあの人がいます。さあ、オッケー、ヨットでしかない、いけー。さあ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 、そのプリティーなおけつ。さあ、行きましょう。さあ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 、いけ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 。82点。ほらな、こんなにうまく描けないと羨ましい。ほらな、もう最強、うますぎ。はい、これラストします。テディベア、オッケー。逆にテディベアって言われて全然関係ないものを書いたらどうなるんだろうっていうのを検証してみたいと思います。さあ、誰を書くか。もうこの時点でお分かりの方はいるでしょうか。さあ、行きましょう。さあ、このテディベア、まあ、死者誤入したらテディベア、顎長。行きましょう。レッツゴー。さあ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 、いかがでしょうか。ウルはテディベアと言っても過言ではない。さあ、何点？は。22点、微妙。ダイヤの原石。この瞳の奥がダイヤの原石の輝きがあるみたいな。うわ、磨くしかねえ。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。